ではあまりこう徳島攻守において再度うまくこう機能しているとは言い難いところがありますが、まあたりがいきます。まあこういうことですよね。ようやく軽いニュースが来ました、はい、ここはキーパー佐藤優也が飛び出しています。ここはファウルは取っていないでしょうか。スローインです。ちょっとボールボーイに対して早くボールをくれようということで少しエキサイトをしました。まあ、ちょっとボールボーイに対してかなり激しくいきましたので、これはジェフのサポーターが相当抗議をして、あ、立派ズレット、これはまあ非紳士的行為というふうに捉えたでしょうか。まあ、チームの当然これ運営になりますので、今ちょっと暴力を振るったわけではないのかなとは思いますが、ただちょっと手でついたような感じのジェスチャーには見えました。それをもしかするとこれ暴力的なシーンというふうに撮ったのかもしれません。そうですね、いやこれは全然違う試合になってしまいましたね。これはね、もちろんそのボールを早く出せという気持ちに関しては分かります。この後です。これですね。そうですね、これは正直申し上げましょう、まあ、ゲームは選手たちだけで作っているわけではありません、はい、一緒に運営しているボールボーイ、確かにボールは今すぐには出てこなかったかもしれない、だけれども今の対応はやはり紳士的とは言えません、はい、これはやむを得ないですね。これはやむを得ませんね、はいはい、しかもボールボーイは一般人です。しっかりと協力をしてくれる人です。そういった人に対してこういった何か焦点が当たるようなプレーというのはプロとしてはやってはいけません。